あんたも顔が広いな。今度はシーカーの客だぜ。あんたがエッジだな。ああ、そうだけど。実はあんたのことを待ってたんだ。ガッシュに伝言頼まれて、すぐシーカーの里に来てほしい。シーカーの里？そんなものがあるのか。外の人間には秘密なんだ。詳しい場所はこの地図に書いてある。ガッシュが。よ、久しぶりだな。ガッシュ、一体どういうことなんだ。まあ待てよ、アゼルを収容する方が先だ。収容って？彼女は俺たちに任せてくれ。悪いよね、しない。目覚めさせるための処置をするだけだ。わかった、よろしく頼む。任しとけって。俺は広場の方にいる。話があるんだ。後で来てくれ。あんたがドラゴン乗りか。よろしくね。私は探索兵のラグってんだ。パエット、無事だったのか。空中戦で脱出できたんでね。でもすぐ不時着しちまってさ。そこをシーカーどもに拾われたんだ。結局ゾアは全滅しちまったってさ。何が神の仕事だ。お笑い草だぜ。ごめん。いや、別にお前が悪いわけじゃないって。シーカーどもの話聞いたか。えらい連中に関わっちまったみたいだぜ。来たか。ついてきてくれ。話しておきたいことがある。あの恒星生物の群れ、それに帝国軍は？心配ない。部下たちが監視してる。動きがあれば分かるはずだ。部下？シーカーってのは高度に組織化された集団だ。世間にはただの盗掘者集団みたいに思わせてるがな。グリゴーリグ、止まりました。帝国軍の残存部隊も撤退中です。わかった。現状を維持しろ。は
今は俺がそのシーカーたちを束ねてる。ああ。意外だったか？誰もこんな人間がリーダーだとは思わない。シーカーって集団がまさにそれなのさ。ここだ。シーカーはもう200年近く9世紀の研究を続けている。お前に会ったのだって偶然じゃない。ドラゴンを手に入れた人間を野放しにはできないんだな。ずっと行動を監視させてもらった。じゃあ僕を助けてくれた時もそういうことだ。全てはこいつを破壊するためだ。帝国が党と呼び追い求め、クレイメンが守ろうとした全ての源。ちょっと待ってくれ。あんたは、いや、あんたたちは一体何者なんだ。シーカーが組織だって言ったけど、じゃあその目的は？なぜ正体を隠す？全てはこの世界を取り戻すためだ。そうだ、そのために党、いや、9世紀の遺跡すべてを破壊する。党破壊？だってあれはクレーメンに聞いたのか。確かに奴の言う通り、これは世界を再生させるためのものだ。こいつらに管理されていれば滅亡はない。だが生きてるんじゃない、生かされてるだけだ。しかしエッジ、初めて会った時に言ったものを覚えてるか？ああ、俺たちシーカーはああいった恒星生物にやられた町や村の生き残りなんだ。正義は俺たちにないかもしれん。だがエゴと言われようと何と言われようと、人間はあがく。俺たちも例外じゃない。そしてそのためにはアゼルが必要か。しかしそれだけじゃない。党の機能を止めるためにはこいつが必要なんだ。ドラゴン！各地に散らばる党や遺跡は過去に全てドラゴンによってその機能を奪われている。絶対の客人とはドラゴンそのもののことだったのさ。アゼルにはドラゴンを導いてもらう。彼女が協力してくれるのか？世紀の亡霊に生かされ続けるのはもうごめんだ。俺たちがもう一度自分で歩き始めるためにはアゼルが必要なんだ。詳しくは網人のザドクが知っている。話を聞いてくれ。全てはそれからだ。他にやることがある。この場所は自由に使ってくれ。エッジ、お前戦いっぱなしだったんだろう。ゆっくり休むといい。
んだね。ドラゴン乗りなのにさ。シーカーの里へようこそ。私は探索兵シメオンです。俺、探索兵見習いのルーベンです。よろしくお願いします。あんた、俺の顔に見覚えないかい？俺の名はベゼル、ゾアの司祭ダモンの孫さ。もっとも、ゾアの町はもうないけどね。パエットと一緒にこの船で脱出した時、ゾアの町が吹っ飛ぶのが見えたよ。あんたに見捨てられた町がね。見捨てられただって？しらばっくれてもダメだよ。シーカーからあんたのこと聞いたんだ。神の使いのくせにどうして町を見捨てたんだよ。僕は神の使いなんかじゃない。この間まではただのハンターだったんだ。でも今はドラゴンがいるじゃないか。なのにあんたは町を守ってくれなかった。俺のこと、ドラゴンの少年よ、やっと会うことができたな。あなたは？私は網人ザドクだ。9世紀の研究を行っている。まずはこれを受け取ってほしい。かつてドラゴン乗りだった男の記録だ。彼はこの里を率いたシーカーであり、ガッシュの師でもあった。どうしてそれを僕に？君に託されるべき。彼と同じドラゴン乗りの君にな。ガッシュから話は聞いたかね？でも、いきなりあんた。そうか、まあ。
君に渡した書物にも書いてあるが、君のドラゴンには塔を破壊する力がある。我々が君を監視していたのもそのためだ。だが塔は世界中に散らばっている。その全てを破壊するにはおそらく数百年以上の時を要するだろう。そんな。しかし彼女の存在が状況を変えた。彼女の力を使えばおそらく。アゼルのことか。アゼルに何をさせるつもりなんだ。セストレンへの道を開いてもらう。彼女にならそれができるはずだ。セストレン。この世ならぬ道で塔とつながり、すべての塔を滑る魂の器。9世紀の記録にそう記されている場所だ。ガッシュはそこを攻めるつもりなのか。そうだ。彼女がドラゴンをセストレンに導き、ドラゴンがセストレンを破壊すれば、すべての塔は一瞬で死に絶える。すべての塔をコントロールする場所だ。君のドラゴンがセストレンを破壊したとき、世界は9世紀の意志から解放される。世界管理の意志を無に返す鍵だという。しかしその実態は不明のままだった。君のドラゴンを指す言葉だと分かったのは我々の世代になってからのことだ。塔の守護者として創造された存在だ。ただし君のドラゴンだけは違う。塔の破壊を目指す唯一の個体なのだ。ショック状態を解除する処置を行った。間もなく目覚めるだろう。塔はセストレンに通じる道でもある。それを開くことができるのは彼女だけだ。世界9世紀の意志は滅びたわけではない。今でもこの世界を縛り続けているのだ。恒星生物はいわば塔のしもべだ。純血種ほどその指令に忠実に動く。元来帝国の始祖はシーカーの一派だったセストレンに対抗する力を求めた者たちだ。彼らは帝国を起こし国力を増強したが、本来の目的は徐々に忘れられていった。我らはこのような里を各地に持っている。里は遺跡探索の拠点なのだ。スキアド・オプス、すなわち影の目。里を率いる者に与えられる名前だ。そしてその正体と組織力は常に隠される。守り火については調べがついている。同様の発掘品に関する記録があるのだ。これを読んでみたまえ。
よう、無事だったかドラゴン乗り。あれ、あんた確かゾアの町で。そう、道具屋のヤレドさ。ここじゃ調整士だけどな。あんたもシーカーだったのか。まあそういうこった。お前さんを監視していたんだ、ガッシュの命令でな。黙ってて悪かったな。まあこれからもよろしく頼むぜ。よう。私は森人のラーだってもんさ。よろしくね。あんたのお連れさんなら心配ないよ。そのうち目が覚めるはずさ。ここに来るまで大変だったんだろう。ゆっくり休んでおゆき。あんた、ドラゴンの乗り手か。俺は探索兵ペレスだ。よろしくな。ドラゴン、実を言って